誰でもものすごく辛いことってあるよね。そんな時の対処法を今日はお伝えします。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。東京は記録的大雪。実は今その大雪のさなかこの動画を撮影してるんですけども、この大雪で大切なことを一つ思い出しました。よく患者さんで、とても辛いです。なんとかしてください。という非常に状態が良くない患者さんの相談を受けることがあります。そうした患者さんに対して、 お薬を処方する。薬物療法をしてもなかなか効果がありません。あるいは精神療法。カウンセリングをしてもあまり効果はありません。とにかくいろいろなことをしても良くならないんですね。そうすると患者さんは別な病院へ行ってしまうという非常に残念な結果に終わってしまいます。また別な病院に行って一から治療しなきゃいけませんからね。こういう状況っていうのは医者が悪いのか、あるいは患者さんに何か責任があるのかというとそうではないんですね。 え、ある病気ですね。まあ、うつ病でも他の病気でも同じなんですけども、その、時間の経過と症状の程度というものをグラフにすると、こういう感じで、徐々に悪くなり、非常に悪くなり、また回復していくっていう、こういう経過を大ざっぱに取るんですね。それで、このピークの部分ですけども、これはまあ、病気の勢い、病性が最も強い状態です。 こうした状態では患者さんは何とかしてください。本当に辛いです。というふうに苦しい状態に陥るわけですけども、こういう状態っていうのは、まあある意味病気の勢いが非常に強いので、まあどうしようもないんですね。このように病気っていうのはもう明らかに勢いがあって、薬とかを出してももう早々治るものではない状態っていうのがあるということをまず知っていただきたいなと思うんです。こうした病性が最も強い状況をどうやって乗り越えるのかと言いますと、 もう薬も効かないし、どうしようもないというのがまあ正直なところなんですね。しかし、間違いないのは、時間が経てば、こういう病気の勢いっていうのは弱まるっていうことなんです。こういうひどい状況が、半年とか一年とかずっと続くっていうことはないんです。病気っていうのは波があって、すごく悪い状態もあればまた戻ってくるし、また再発する可能性も,もちろんあるかもしれないですけど、病気にはこういう風に波があり、勢いがありますので、時間が経てば勢いは弱まるのです。 これはある意味大雪とか台風とか嵐のようなもの、これをイメージすると分かりやすいのかなと思うんです。つまり嵐や大雪っていうのは必ず時間が経てばまあ通り過ぎていって勢いは弱まります。そういうイメージで捉えるといいのかなと。つまり嵐や大雪の時って外に出て動き回ると一番危険ですよね。事故に巻き込まれたりですね、何かトラブルに巻き込まれる可能性が一番高いと。 で、嵐や大雪っていうのは一人の人間の力でそれを克服したりどうすることもできないんです。病気というのを全くそれと同じで、病気が最もひどい状態っていうのは自分の力ではどうしようもないし、医者もどうしようもない、薬も効かないわけですね。そういう病性が強い時期は実は黙ってやり過ごすしかないということが一つの対処法なんです、ね。ある意味、時間が経てば良くなるということをイメージしながら黙ってやり過ごすということです。 こうした状態で上がけば上がくほどですね、実は辛くなるということがあります。これはメンタル疾患に限らず皆様方も経験すると思うんですが、失恋のショックであるとか、大切な人の死、あるいは仕事上の大失敗や挫折ということもあるでしょう。こうした心の傷っていうことを負った時に皆さん方すごいショックで、立ち直れない、辛い、どうしようって思うかもしれないですけども、こうした心の傷っていうのは時間とともに癒されているものなんです。 つまり、一番ひどい時期をやり過ごす。本当に辛い時期っていうのは、そんなに何ヶ月も何年も続くものではありません。ある期間に限定されている。そこを何とかやり過ごしていただきたい。そうすると、非常にその後は楽になっていく。希望も見えてくると。何もしないというのではなく、やり過ごすということです。これをちょっと記憶の片隅に置いていただけると、皆様方が何か非常に心の傷を負った時、ショックを負った時に参考になるんじゃないかなと思って、 まあ、大雪と絡めてこの話をしてみました。ぜひ参考にしてみてください。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、やり過ごす勇気、いかがでしたでしょうかカバチャンネルでは精神学、心理学の話題をわかりやすく解説しています。ぜひチャンネル登録して、引き続き次の番組もご覧ください。それではまた